ラブ一宮。さあ、一宮市広報アイラブ一宮の時間です。今回は稲荷公園からお送りしますが、さきくんが見当たらないんですよね。福井さん、おほら、あ、もう撮影してますか。撮影してますかじゃないでしょ。よいしょいや、ここの公園、健康の促進を目的とした遊具があるんで、ちょっと使ってたんですけど、気軽に運動ができて楽しいですね。そうだよね、今回は公園で健康づくりをテーマにお送りします。そろそろ撮影を始めたいんですが、さきくんはそうですね、まだ健康遊具で運動してますよ。結構これしかも1人増えてる。背中以外もはい、なんか肩甲骨とかも伸びますね。あれ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 、そうです、しっかり伸びますね、ちょっとちょっと、お腹とかも結構伸びていい感じかなと思って。あ、そうです、ね、すいません、あれ、あ、ちょっと、あ、いいですか、あの撮影を始めたいんだけど。いや、福井さん遅いですよ。え、僕は今運動しながら今回のゲストの公園緑地家玉越さんと待ってたんですから。あら、玉越さん、そうなんですね。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、見たところ、こちらの公園には5種類の健康遊具があるんですね。そうですね、各、5種類ありまして、各、まあ、2から3種類利用方法あります。そうなんですか。最近一宮市内では一般的な遊具とは少し違った遊具が設置されている公園が増えているような気がするんですが。そうですね、外に出て市民の皆様、まあ、特にお年寄りの方に体を動かしてもらうことによって、まあ、将来の、介護予防や、まあ、健康維持のために努めてもらおうと思って、うん、一宮市では今健康遊具の設置を進めております。そういう理由があるんですね。では市民の皆さんの健康づくりに役立つ健康遊具の使い方をピックアップして紹介していただけますか。はい、それでは改めて玉越さんに健康遊具の使い方を教えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、はい、先ほども体験していただきました背伸ばしベンチの方から始めていきたいと思います。はい、こちらですね。これ僕もやってみていいですか。どうぞ。では咲さんお座りください。はい、よいしょ。これはどういうふうに使えばいいんですか。そうですね、まず両手を高く 上に上げてもらいまして、口を大きく開けてもらいます。はい、そしてベンチに沿ってそのまま上半身を反らしてください。はい、あ、おお、あ、伸びますね。結構いきますね。そうですね、口を開けることによって、まあ、体中の筋肉が緩み、しっかり伸ばすことができます。なるほど。突起もありますね。はい、突起のある方で行うと適度な刺激が得られますよ。気持ちよさそう。さきくんどう。はい、これ背中以外にもお腹とか胸とか肩甲骨も伸びた感じしますね。おー、そうかそうか。玉越さん、これ他の使い方はどういう使い方なんですか。そうですね、もう一つの使い方としては楽々筋力トレーニングというものがあります。それは咲さん一度やってみましょうか。はい、ではまずは両膝を開いて息をゆっくり吐きながら両手で膝を閉じるようにぐっと10秒間押します。そして両手を胸の前で合わせ息をゆっくり吐きながらぐっと10秒間押し合います。これによってどんな効果が期待できますか。胸、肩、腕、太ももの筋力アップが期待できます。無理なくできるので高齢者の方も気軽にできるトレーニングですね。玉越さん、続いてはこちらの健康遊具ですね。はい、バランス円盤になります。揺れる円盤の上に乗って足腰の筋力や
足首の柔軟性アップをさせましょう。では咲さんどうぞ。はい、これはどういうふうに使えばいいんですか？そうですね、まずは手すりを両手でしっかりつかみ円盤の上に乗ってください、うん、はい、よいしょ。でこの上でバランスを取る、それだけです。使い方を見ると初級、中級、上級とあるんですね。はい、そうなんです。レベルに合わせて使っていただければと思います。じゃあまずは初級からトライしていきます。初級、これ真ん中のこの球を通過させるんですよね。あ、初級なのになんかもうムズムズする結構難しいですね、球ボール。ねえ、難しそう。そうですね、まあ、自然に体を動かしてもらうことができると思うので、はい、まあ、ぜひ挑戦してみてください。でもこれ、うん、結構夢中になるんで、ゲーム感覚で足腰鍛えられますね。そうですね、確かにやってるうちに自然にあのこうなってますもんね、腰が、うん、あったたまこしさん、その他の健康遊具はどんなものがあるんですか？はい、まずは平行棒、利用方法は3種類です。足振り子、腕歩き、腕立て沈みです。手や腕、腹の筋力アップが期待されます。そして腹筋台、利用方法は3種類、上体起こし、腕立て伏せ、屈伸腰ひねりです。腕や肩、腰の柔軟性アップ、手や腕、腹の筋力アップが期待できます。最後は懸垂、利用方法は鉄棒ストレッチ、懸垂、つま先タッチの3種類です。腕や肩の柔軟性アップ、手や腕、腹の筋力アップが期待できます。その時々の自分の体の状態によって健康遊具を使い分けてほしいですね。そうですね。さて今回は稲荷公園の健康遊具の使い方について詳しく紹介していただきました。はい、今日教えていただけてよかったですね。間違った使い方をすると危ないですからね。そうだよね、玉越さん。ちなみに一宮市には健康遊具がある公園はどれぐらいあるんですか？27箇所あります。27箇所あるんですか？それって所在地やどんな遊具があるか知りたい方はどうすればいいんですか？一宮市の公式ウェブサイトのトップページ、施設案内の公園等から健康器具が設置されている公園をクリックしてご確認ください。おお、健康遊具の種類も詳しく書かれていますね。市民の皆さんの健康づくりに役立ててほしいですね。全部の公園回ってみたいですね。頑張れ。玉越さん、その他にお知らせがあるんですよね？はい、出前講座一宮出前一丁を開催し、公園に設置してある健康遊具の使い方などを説明しています。申し込みなど詳しくはお尋ねください。それは嬉しいですね。そうだね、うん、さて今回は公園緑地課の玉越さんにお話を伺いました。玉越さん、最後に市民の皆さんへメッセージをお願いします。はい、今は体に異常がなくとも日頃から体を動かす習慣がないと体を衰え、将来介護が必要となってしまうかもしれません。一宮市では今後も健康遊具の設置を進めていきますので、お近くの公園でぜひ体を動かす習慣をつけ、健康な体を維持しましょう。はい、玉越さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて今回のアイラブ一宮いかがでしたか？公園で気軽に健康づくりができるってのは嬉しいですよね、うん、体がすっきりしました。いいね、うん、健康遊具がなくても体操をしたりウォーキングやストレッチもできるので、市民の皆さんには公園を利用して健康づくりに励んでほしいですね。そうですね。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。